KH-66 及び KH-23 グロムは射程 10km のソビエト連邦の空対地ミサイルである。使用対象は地上及び海上の小型目標。KH-66 は事実上 R-8 空対空ミサイルをビーム誘導型にして弾頭を重量化したバージョンで1968年にベトナムに急遽実戦投入された。 KH-23 は、AGM-12 ブルパップと似た、無線指令誘導方式を備えた、KH-66 の改良型だった。KH-66 は、R-8 空対空ミサイルの機体を流用し、ノズルを分割して、K-5 ミサイルのビーム誘導装置を流用するためのアンテナスペースを確保した。機種には十字型の制御フィンがあり、 後部には制御用の昇降打を備えた4枚岩がある。K-5M 空対空ミサイル、KH-66 の前身にあたる KH-66 は1968年に MIC-21 用に生産開始された。KH-23 は1973年に MIC-23 用に認定された。KH-23 ミサイルを搭載した。 スホーイス -17M3 以前の K1-23 運用国を赤で表示。ありがとうございます。